そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷。焦るな。焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。しかし見れば見るほど薄汚い子供さ。わしのそばに寄らせはせんぞ。俺の近づけない。矢印を放ってくれ。負けられない。前に進む。取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるためにどんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横水車ぐっ。ああ、やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩ぶっちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車滝つぼ水面切れ雫波紋突きねじらうぜ。あばらと足が折れた。ダメだ。疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く。すぐ行くから。無事でいてくれ。どうか無事で。
死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼物児の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。大丈夫です。多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいでよかった。すみません禰豆子。禰豆子、離れるんだ。失礼だから。ありがとう禰豆子さん、ありがとう。行きたいと思いますか。本当に人で亡くなっても生きたいと。このまま病であなたは命を落とすでしょう。ですが、人で亡くなることは辛く苦しい。私たちはこの土地を去ります。鬼物児に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか。え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。珠代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう二度と。わかりました。ではブーン長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは珠代さんも湯城さんもお元気で。行くよ、禰豆子。炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。
さと行け。ここはわしに任せておけ。仕掛けて。わしの刀を取る。わしがやろう。クローバーを任せた。いざとなったらわしを呼べ。わしがやろう。クローバーは任せた。いざとなったらわしを呼べ。わしがやろう。この場は任せた。いざとなったらわしを呼べ。